久保さん、欲望はビールにしましょうか。欲望はビール。久保さん、お酒ね、この前新橋でちょっと久しぶりに飲んだみたいですけど、あのね、多分ですよ、まあこれは久保さんしか分かんないと思うんですけど、欲望を叶えてしまうと一瞬なんですよね。その最大瞬間風速はいいんですけど、徐々にね薄れていくんですよ。多分分からないけど、キットに対するワクワク、多分その買った時のワクワクはもうないと思うんですよ。だけど多分なんかそのワクワクじゃなくて、今は安らぎというか、なんかそういう感じになってるんじゃないかなと。だからエンジンにはなかなかなりえないのかなっていう。僕もそうで、 GTR 最初買った時はやっぱうわーってなって、うわーってなったんですけど、やっぱね10年9年ぐらいめちゃめちゃ乗って、まあ、最後はまあその買った時の感動はもうやっぱないですよね。でもなんか愛着みたいな感じですよね。だからもう愛車みたいな、なんかその情熱というか、なんだろうな、なんかそのブーストアップみたいな、そのブワーっていうのはもうなくなってしまった。でも逆になんですかね、平和みたいな。でもその平和の中からそのエンジンをフル加速させるって難しいんですよね。でまあ僕もいろいろこうビジネスやってて思うことが、やっぱそのなんか新しいことをやるためにそのブーストアップのそのなんですかね、エンジン的なのがやっぱ必要だったりするんですよ。なんでたまにこの大きい買い物したりとか、まあ、したりとかしてたんだけども、なんかまあ何のためにやってんだろうみたいなね。そのまあ人間は欲で生きてる部分もあるので、こう欲のために生きるみたいなね。まあそれも一つの生き方ですけどね。そうなんだけど、バランス感覚じゃないですかね。バランス。時にはビール、時には新橋でお酒を飲むこともあったり、まあ普段は飲まないけどみたいなね。だからその時にはっていう、ただその時にはで僕がすごく意識してるのは、その時にはがその情熱とエンジンと、そのエンジンがかかった時のパワーはあるんだけども、徐々にそのパワーっていうのは薄れていくわけですよ。でパワーは薄れていくんだけど金はかかるっていうね。ここが僕厄介だと思うんですよね。パワーはこう出るんだけども、そのパワーは下がっていくと。だけど維持費は下がらないっていうね。維持費は下がらないっていう、このなんですか、この感じなんですよね。だからそこはやっぱバランスを見てやっていかないと、やっぱずっと経営していくというかね。なんか僕の場合は商売やってますんで、なんか思いますね。そこはやっぱバランス感覚必要だなっていうのは。そうやっぱね、物はね手に入れるまでがいいんですけど、手に入れてしまうとやっぱりそのエンジンあんまりかかんないんですよね。だ僕の場合はまあ いつも意識してるのは、毎月の絶対固定費は稼ぐぞっていう、そこはまあ生きていく上で必要なので、そこはまあ、エンジンかかるんですよね。ただその最高目標じゃなくて最低目標にエンジンをかけるというか、最低のこのラインを保つためのエンジンは常にこう常に回してるって感じですね。だから逆に言うと燃費はいいかもしれないですね。ずっとそれなんで。そう。ただそれもなんですか、人間感情なんで、それも基準がどんどん下がってきたりするので、難しいですね、人間っつうのは。ね。人間っつうのは。まあ久保さんがね、毎日買った時のキットに対してのワクワク。いや、こんだけ税金払っても、もうワクワクみたいなね。わ、きっと手に入ったみたいなね、思ってるならそれはそれでいいと思うし、だから僕はね、最初は良かったけど、いや、修理代結構かかんだみたいなね。いやー、古い車大変だなみたいなね。そうで、しかもね、盗難リスクも出てきたし、盗まれたらゼロっていうね。そう、まあ人間ツアー難しいっすね。そう、はい、まあビールですよ。いってらっしゃい。